皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。今日なんですけども、久しぶりになってしまいました。簡単にした完全感覚ドリーマーの解説編第3弾をやっていきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今まで簡単にした完全感覚ドリーマーのデモ演奏編、そして解説編1、解説編2と上げてきてまして、今回が解説編の第3になります。全部で第4弾までありますのでね、あと2本という形になります。まあ全部1本にまとめればよかったなって今更ながら思っておりますけども、もうここまで来てしまったら仕方がない。今回は解説編第3弾をやっていきたいなと思います。今回なんですけども、曲の後半で出てくるあのドラムの難しいところ8小節と、その後の C の部分ですね、合わせて16小節かな、そこについて解説していきます。全部でポイントは3つです。結構盛りだくさん、頑張ってやっていきましょう。それでは解説の方をご覧ください。どうぞ。それではポイント1つ目から解説していこうかなと思います。あの難しい8小節の部分ですね、2小節ごとに区切っていきます。でまず最初の2小節なんですけれども、その前のんとたんたんたとどたじゃーんからシンコペーションをして入ってきます。その前の2小節がんとたんたんた、こうなって着地が足から1、2、3、4、ここを2周ですね。1、2、3、4で次の小節が1、2、3、4、1、2、3、4となります。そこに入る前の2小節からやると1、2、3、4、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 
1,2,3,4,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 1,2
もシンコペーション、さっきのドゥッタッタッチャーンから入ってきて、足の着地は1小節目と同じ1で着地します。でここはそんな難しくないかもしれません。1、2、3、4、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 1。そのタイミングだけ気をつけてください。1、2、3、4、1、2、3、4、1という形になります。では楽器でもう一度やってみます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1という形です。では 5,6 小節目いってみましょう。 5,6 小節目なんですけれども、 1,2 小節目と似てる部分もあります。足の最初の着地は一緒です。1になります。ということで1、2、3までは一緒です。そしたら次、左手のスネアからこういきます。1小節目が1、2、3、4、もう一回やってみます。1、2、3、4で2小節目1、2、右です。ここ3は右右でいきます。1、2、3、4、1、2、3、4という形です。2小節続けてみます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、もう一回やってみます。1、2、3、4、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 
きましょう。そこに入る前の2小節から、ドタ、ンタ、ンタ、
タズツタチャーンからやってみます。ワンツースリーフォー、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 ワンツースリーフォーという形です。ちょっと早くしてやってみましょう。ワンツースリーフォー、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 ワンツースリーフォー。はい、ここの8小節このような形になります。ではポイント2個目 C です。 C のリズムパターンなんですけれども、これシンコペーションして入ってシンコペーションして抜けます。さっきの8小節目が1、2、3、4、おって入ってきて、足がやっぱり1で着地します。1、2、3、4、でまた1、2、3、4、んとたんどんたたんどたんどんたっちゃん、1、2、3、4、1、2、3、4、右手はずっとクラッシュ、左手はずっとスネアで、あと足の戻ってくるタイミングですね。1、2、3、4、1、2、3、4、で戻ってきます。ここはずっとそれの繰り返しを7小節です。最後ポイント3つ目なんですけれども、こっからシンコペーションして最後の3小節に入ります。1、2、3、4、1、2、3、4、で次3連符タタトゥ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 、で次3拍目の頭はここ、ワンツースリーで、スリーフォー、ワンツースリーフォー、タカトゥ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 、タカトゥ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 、というふうになります。では3小節続けてやってみます。ワンツースリーフォー、もう一回やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。最後の3小節はこのような形になってます。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか。簡単にした完全感覚ドリーマー解説編第3弾ということで、難しい8小節のフレーズ、そしてその後の C のところでポイントを2つ解説してみました。でね、ここをクリアしたらあと一息、残すところは次回のもう一本のみ。あと解説ポイントとしては次回3つですね、3つを解説して完了となります。ぜひこれらの動画を役に立てて、この簡単にした完全感覚ドリーマー、実際の原曲だと難しいという方、この少し簡単にしたバージョンで楽しんでもらえればなと思います。もしこの動画面白かったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。動画へのコメント、リクエストも随時お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた別な動画でお会いいたしましょう。バイバイ。